皆さんおはようございます。それでは第8回グローバルデジコンサロンクロケ、5G AR ライブコラボレーションの新世界 A New World of 5G AR ライブコラボレーションを始めさせていただきます。5G AR ライブコラボレーションの新世界ということなんですが、これまでのですね、インターネットの環境と違って、同時性というのをですね、実現する新しい技術です。詳しくは、キーノートスピーカーの大島さんからお話しいただきますが、こんな感じです。Croquet enables high quality collaborative experiences on any deviceUsing the power of Croquet's ultra-low latency technology, complex interactive experiences are taking an enormous leap forward. This is Wide Wide World. Croquet's SDK allows us to show off incredible multiplayer interactive experiences with a brand new level of fidelity that you can't find anywhere else. Interactivity is always responsive and unbelievably smooth, even when joining mid-experience.With the faster speeds and lower latency of 5G, plus Croquet, multiplayer experiences get even better. はい。で、実際にですね、どのように共有できるかということについて、今日は皆さんに実際に体験していただきながらお見せしますが、例えばこれは私がですね、大島さんとテスト的にやった環境です。いろいろな素材をですね、ここにドラッグアンドロップすると共有ができ、例えばお絵描きであれば一緒に絵を描くことができるとかですね、こういう環境を作れるわけですね。それはどんな新しいことなのか、そういうことについてお話をしたいと思います。実はですね、私は大島さんと知り合ったきっかけは、2018年にですね、ちょうどダグラス・エンゲルバートのザ・デモ50周年という形で、イベントをやったんですね。その時に基調講演をアラン・ケイさんにお願いしました。ファーストのコンピューターの父ですね。で、その時にですね、案内していただいたのが大島さんです。これはアラン・ケイさんのご自宅で、後ろ見ていただくと分かる通りですね、詳細にパイプオルガンがあります。こういったね、ことでお知り合いになりました。で、実はですね、私今年がアラン・ケイが書いた論文でですね、A Personal Computer for Children's of All Ages という、このですね、論文、1972年に書いたんですけれども、すべての年齢の子供心を持った人のためのパーソナルコンピューター。この論文の中でですね、もうすでにアラン・ケイは、小さな子供たちがですね、タブレット型のパーソナルコンピューターで、ゲームとですね、プログラミングをして遊んでるっていう絵を描き、でそれが未来のパーソナルコンピューターの姿だ。でこれがダイナブックなんですね。で、そのですね、ダイナブックっていうのはまだ実現してないとアラン・ケイは言っているわけなんですけれども、そのですね、論文が書かれたのが1972年で、ちょうど50周年に当たるんですね、2021年は。で、何かですね、記念的な、基調講演をお願いしたいなというご相談をしている中で、ところで大島さん、今何やってるんですかとお聞きしたら、このクロケの話を、教えていただきました。これはすごいと。まずね、このクロケをご紹介しようと。そしてですね、今年中にできればアラン・ケイのですね、基調講演をお願いしたいと思っているという流れで、今日はご紹介いたします。はい。でですね、この、デビッド・スミスさんという方がファウンダー・ CEO です。そして大島さんもコーファウンダーなんですね。そして、あれです、アラン・ケイ、そして、ダン・インガルスさん、ダン・インガルスさんは、スモールトークのですね、開発者ですね。こういったそうそうたる面々がですね、この開発に関わっております。はい、それでは大島さん、基調講演をお願いいたします。あ、はい、皆さん、こんにちは。大島よしきです。今日は本当に貴重な時間をいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。で、早速画面共有をしたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。こう。はい。で、今多分ズームの画面で
画面共有をして私が見ている画面を皆さんにお見せしていると思うんですけども、まあ、これがすでにあの黒系が会社でやっているそのグリーンライトという共有環境なんですけども、これについてあの今日はコラボレーション、AR、5G という3つのキーワードを交えて紹介したいと思います。であの先ほどから高木さんがあのおっしゃっているように、せっかくなので皆さんにもあのこの黒系というグリーンライトというその共有環境に直接入っていただきたいと思っています。それであの今から Zoom のチャットでリンクを送るんですけども、あの Chrome のようなブラウザーで、まあ、Chrome が推奨なんですけども、それを開けてみてください。これコピー今で、ただあのほとんどの、まあ、そう私のこの講演のほとんどの部分は、まあ、そうは言っても私があの皆さんにプレゼンテーションするという形なので、あの、まあ、ちょっと面倒くさいなという方はあのこれでいいかな、あ違う、ダイレクトメッセージ皆さんに送る、またこう私の情弱なのでこれで皆さんに送る、こんな今チャットであの開けていただけると、はい、あのこの私が見てる画面と同じものに入れると思います。であの話は Zoom の音声を使ってさせていただくので、こういう画面が出ると思うんですよね。でこういう画面が出たときに、ここにあの自分の名前を入れて、であのオープンっていう下にあるボタンを押していただければと思います。で、まあ、あのこのグリーンライトっていうプラットフォーム自身にもあのビデオチャットの機能はあるんですけども、まあ、あの今回は Zoom でやってるというので、そのビデオチャットの機能はオフにしてますが、そうですね。であの先ほども言ったように Zoom があの画面共有をしているとZoom がこう出しゃばってきて、あの自分自身を見せようとするんですけども、そこであのと小さく Zoom の画面を小さくしてあの端っこに置いといて、その Chrome で動いてるこの黒系の画面をあの 見えるようにしていただければと思います。で今あの共有、そうですね、だんだん入ってきて、そう皆さん自分のであのこれちょっと今から説明するんですけど、本当にあの対照的なあのシンメトリックな意味というのは対照的なあの環境なので、皆さんがあの何かしたやつは皆さんに見えるんですよね。であのウィンドウとかも私あのプレゼンテーション用に準備してあるので、できればあの閉じたり私が知らないうちに閉じたりされるとちょっとあの困るので、あのまああんまりいじったりしないで、あのこうリラックスしてエンジョイしてくださいということです。まあで、まあそうですね、そろそろあの26人ぐらい、まあそろそろあの本話の方に入っていきたいと思います。でそうですね、まあそろそろで今皆さんがご覧になっているのがこのグリーンライトというあの黒系グリーンライトという環境です。で今言ったようにこれのあの目的というのは本当にあのここに入った人が実時間でその対象性がある形で共有作業を、できるようにというそういうものです。でまあそうです、あそうですね、一つ申しあのでこれあの複数人の共有環境なので、あの今日はデモとしてあのプラネットの奥村さんにお願いしてちょっとあの手伝っていただきいただくことになっています。で、まあ、まずあのリアルタイムってのはどういうことかというと、まあ、私がこうまずこうウィンドウを動かすと皆さん その見てる Chrome の方でもこう動いているのが分かると思います。で私がこう動かせば動かします。であの奥村さん、あのそうですね、サイズを変更していただけますか。そうで奥村さん今変更してるんですけど、大きくしたり小さくしたりしてるんですけど、それをやってる最中でも私はじゃあ移動させることもできます。でこれは本当にあの複数人があのリアルタイムでいろんな操作ができるようになってます。 ありがとうございます。でまあそれっていうのはあの机の上にある紙を、あまあできればあのあまあいいですよ、あの消したりしなければいいんですけど、まあほどほどでお願いします、いじるのは。
もう一つできるのはこの後ろの方眼紙模様のところをクリックしてドラッグすると自分が見てる範囲を変えることができます。でこれっていうのはあの自分の見てるところだけが変わるのであって他の人が見てるところは変わらないわけですね。だからウィンドウを動かすっていうのは机の上にある紙を動かすようにその机を囲んで一緒に共同作業をしてる人もあのそれが動いたってことは分かるんですけども、こう方眼紙のところをつまんで動かしたりあるいは方眼紙のところでピンチズームしたりするのは自分のビューだけが変わるということですね。で、まあ、ただあの今日はあのプレゼンテーションで私が話す部分が多いのでちょっと特別なモードに入ります。でそれプレゼンテーションモードといってあの私の見てるビューが皆さんのところにあの自動的に反映されるようになりました。で今からちょっとあのストーリーに沿ってお話をちょっとしたいと思います。まあ、あのツールの使い方の話はこのぐらいで、まあ、ちょっと内容に入っていきたいんですが、まあ、まずあの自己紹介からちょっとだけ始めさせてもらいます。で、まあ、これはあの私の個人ページなんですけども、まあ、ちょっと学生時代のことからちょっと書いてあるのでその話をしたいんですが、あの、まあ、ただこの個人ページもちょっとだけ仕掛けがしてあって、こう私がこうスクロールさせると皆さんの画面上でもこうスクロールしたと思います。で例えば奥村さんがこうスクロールしたとすると、まあ、私こう触ってないんですけども奥村さんっていうか皆さんがどこを見てるか私は本当にはっきり分かるようになってるんですね。はい、ありがとうございます。はい、でそうですね、ちょっと上に戻ります。であのここで言ってるのはあの私はあの、まあ、東京工業大学の学生をしていたんですけども、まあ、本当にあるきっかけがちょっとあのすいませんあるきっかけがあってそのアラン・ケイ博士が やっているプロジェクトに参加することになりました。でそれであのロサンゼルスに移ってあのウォルト・ディズニー・イマジニアリングというあのディズニーの研究開発部門に入っていろんな仕事をするようになりました。でアラン・ケイっていう人はまあ誰かっていう話なんですけどもあの、まあ、高木さんがさっきおっしゃったようにあのちょっと待ってください、まあ、この人ですね。アラン・ケイっていうのはでこの講演シリーズの最初の頃にちょっとすいませんなるべくでしたらあのゆっくりとリラックスしてちょっと聞いててください。すいません。あの本当にそのまあ高木さんが説明したようにこう、ね、あのビデオをオフにしていただけますか。あの基調講演者以外はよろしくビデオあまあそうですねあのアンド皆さん届いてますよ。ビデオをオフにしてください。安藤慎吾さんビデオオフにしていただけますか。ビデオオフホスト側でできるっていうことはないんですか。まあそうですね、あの Zoom の私が共有して画面を見ていてもいいですし、まあ、Chrome なりブラウザで見てる方はそこでも大丈夫ですか。アラン・ケイがあのどういう人だったかというと、その1968年っていう、まあ、本当にコンピューターっていうのはもう建物全体を占めるようなものだった時に、あの未来のコンピューターっていうのはこうやって子供でも持ち運べるようなものになる。でただその本当ハードウェアの話をしてしたハードウェアの話がしたかったわけではなくて、そういう未来でどのようなサービスが行われるようになるだろうかっていうことをあの考えていた人です。でそこで言っているのはすいませんあのちょっといいですか。あのなるべくでしたらあのいじらないでいただけると助かります。ちょっとすいません。であのそのサービスというのは何かっていうと、まあ、この子どもたち同士がもう本当に専門家も交えて実時間で共同作業をして、でコンピューターというのを受け身で情報を受け取るだけではなくて、そこであのプログラミングも自分でしてあの使っていくようなものになるだろう、そしてなってほしいと思っていたわけですね。でこの絵はまあ有名な絵なんですけども、よく見ると何が起こってるかというと、この2人の
子供が見てる画面上では同じものが映ってるわけです。でこれっていうのは2人で一緒にそのコラボレーションができるゲームを作ってそれを遊んでいる絵なんですよね。でそういうような未来が来るだろうっていうことを言ってたんですけども、それを SF のようにあこうなるといいなって言っているだけではなくて、それをそういう未来のプロトタイプを自分たちで作っていこうっていう、まあ、そういうことをしていたというかまだしているグループです。で本当に私は幸運としか言いようがないきっかけで、まあ、そこのグループに参加するようになって、まあ、今に至っています。でアラン・ケイ博士とは、まあ、そういう意味で家族ぐるみの付き合いでして、実際これ私結婚式京都で十何年か前にしたんですけども、結婚式にも参加していただきました。で私がその頃作っていたシミュレーションソフトウェアで幸せとは何かっていうような講演も、まあ、5分ぐらいですけどわざわざそこでしてもらったりと、まあ、そういう関係のある人です。でただそのアラン・ケイのそのパーソナルコンピューターのビジョンっていうものにもさらにもう一つこう源流がありまして、それがこのダグ・エンゲルバートという人が考えていたことです。でダグ・エンゲルバートが何を考えていたかっていうと、要はそのこの世界を良くしたいっていうことですね。彼は本当に世界を良くしたいと思っていたわけです。でその世界を良くするというのはどういうことかというと、まず世界っていうのは多数のプロセスが組み合わさって織りなされている複雑なそのシステムであるということを考えていました。でそのプロセスというのはまあなんか受け取って何かをして周りのものを変えるっていうそういうものですけども、人間っていうのもそういうシステムの中のプロセスである。でそのシステムを改善するためにはまあ人間が共同作業をしてその中から変えていく必要がある。でそのシナジティックとかいう言葉を非常によく使ってたんですけども、その人間たちが共同作業をすることによって一人ではできなかったことができるようになる。一人の知性では足りなかったことを、まあ、増幅してもっといろんなことができるようになるはずだっていうことを、まあ、考えて、まあ、これもダグ・エンゲルバートはそのビジョンに基づいたソフトウェアのデモをしたソフトウェアというコンピューターシステムのデモをしたんですけども、これもハードウェアの話ではなくて本当にその世界のためにコンピューターをどう使うかというデモだったわけですね。で今からこのビデオちょっと見せしたいんですけども、もしブラウザーで黒系グリーンライトを見てを使って見てる人はその中にあるボタンを押してみてください。でそうしないとブラウザーがプレイするようにできないので、ただ一回クリックすると私が指定しているタイムコードにスキップできるようになります。でちょっとまあ先飛ばします。たぶんもしかしたら音声がダブって聞こえてるかもしれないんですけども、Zoom での音声と、まあ、この黒系で再生した音声が両方聞こえてるので、もしかしたらダブってるかもしれないですけど、ここで言ってたのは、まあ、例えばダグ・エンゲルバートはビデオ会議のシステムを作ってましたっていう話がありましたけど、それも協調作業をするためですね。で例えば You as an intellectual text, you'd like to have something to say about it, and sure enough it does. But what's that? Running around. Well, if he's looking at my text, he'd like to have something to say about it. So we put on a marker, a tracking spot that he controls. So he's sitting there in the middle talking at this text, and he can point to it. But we carefully reserve me the right to control and operate on this. So my bug is more powerful than yours.はははってもうジョークが何だったかというと、この本当は彼も対称性のあるコラボレーションをしたかったと思うんですけども、当時のそのデモの技術的制約にちょっと閉じます。技術的制約により、呼ばれてたそのビル・パクストンのカーソルの方で操作できなかったんですよ。で彼が言ってるのは私のカーソルの方が強いだろうハハハっていうジョークだったんですけど、黒系っていうのはその
誰か一人のカーソルが強いのではなくて、まあ、皆があの、対称性のある形で共有作業ができるようになっています。であの黒系っていうのはそういう源流を受け継いだプロジェクトなんですけども、その黒系っていう名前のついたプロジェクトっていうのはあのもう18年ぐらい前からやっていて、先ほどあの高木さんがおっしゃったようにそのアラン・ケイとかあのデイビッド・スミスとかデイビッド・リードとか、まあ、アンドレアス・ラープとかそういう人が始めたプロジェクトがあって、まあ、私も当時からちょっとだけは外からお手伝いしてたんですよね。でこれももう一度あのムービーを見せたいと思うので、まあ、中これここの中をクリックしていただければと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。あれやらない止まってるな。ちょっとすいません、あのまあ見せたかったのはこの18年ぐらい前にシステムっていうのはあの3次元環境で複数人が協調作業をする環境を作ろうっていうそういうものだったんですよね。でそれちゃんと動いてたんですけども、まあ、今回我々の今の目標っていうのも将来はそういう本当に AR、VR で3次元環境もやりたいんですけども、まあ、今お見せしている環境は主に2次元のものですという話です。でようやくあの現代の話になってきまして、まあ、ちょっとあの用語をちょっとだけ今整理したいと思うんですけども、黒系っていうのはもともとはそのデータの一貫性を保つためのネットワークプロトコルとその仮想機械の実装というそういう非常に低レベルなところの話だったわけです。でただあのそこでいろんなプログラムを作るため の, その、S、ライブラリーやフレームワークもあって、まあ、それもしばしば黒系と呼んでしまうんですけども、まあ、そういうふうにプログラムをそこでアプリケーションを作る仕組みもあります。でこの黒系グリーンライトという皆さんがあの今見ているものっていうのはそういうアプリケーションの一つでこう実時間で協調作業ができるようなアプリケーションとして作られているわけですね。でまあその現代の話にちょっと行きたいと思うんですけども、であのこれあの実時間共同作業のフレームワークなんですけども、まあ、皆さんもあのフォートナイトとかそういうゲームがあるのをご存知だと思うんですが、そういうゲームがあるからにはあの実時間で大勢の人が一緒に入って何かするっていうのはもう解決済みの問題なんじゃないかと、まあ、思われるかもしれません。ただ実際には、まあ、あの新しい 5G とか AR とかの新しいテクノロジーが出てきたりとか、あるいは本当にやりたいことの違いっていうそのディテールによってどういうテクノロジーが良いのかっていうのは、まあ、話がまだまだいろいろあるんですよ。でここであの黒系についてちょっと説明を、このネットワークのところの話について説明したいと思います。であの従来 の, あの典型的なそういうネットワークゲームなどの実装方法っていうのは、まあ、ここに書かれたようなものですね。で何が言いたいかというと、あのインターネット上に非常に強力なサーバーというものを作っておいて、あのそのサーバー上で共有されたあのシミュレーションの計算をします。でこれあの下にあるのがユーザーなんですけども、ユーザーが何らかのアクションを起こした時には、そのアクションがサーバーに送られて、サーバー上で新しいそのシミュレーションの状態を計算して、その大量のデータをその全員の参加者に送り返して、その参加者の画面があの更新されるという、でこういうのがまあ典型的なあの実装方法です。で、まあ、これはこれであの先ほども言ったようにアプリケーションによってはこれでまあ十分という考え方もあるんですけども、まあ、いろんな欠点があります。それはあのサーバー、強力なサーバーを用意しなくてはならない。であのネットワークを流れるデータの量が非常に多いということですね。でプログラミングをするのも大変で、サーバーのコードを書かなくてはならなくて、あのクライアントで動いているコードとサーバーのコード の, あのすり合わせをしなくてはならないので、本当に手間がかかるというそういうものです。でそれに対して黒系のアーキテクチャというのはこちらの右側にあるようなものになっています。で黒系ではその強力なサーバーの代わりに、我々があのリフレクターと呼んでいる非常にもう小さな
ごく簡単なサーバーだけがインターネット上にあります。で、ユーザーが何らかのアクションをしたときには、そのイベントはリフレクターに送られるんですけども、リフレクターは計算をしないんですよね。リフレクターがするのは、来たイベントにあのタイムスタンプをつけて、その参加者全員に送り返すという、それだけがインターネット上にあるサーバーの仕事です。で、新しい状態を計算するのは、あのそれぞれの参加者のコンピューターの上で動いている仮想機械が計算します。で、我々のそのテクノロジーによって、まあ、皆さんのコンピューター上で動いているその仮想機械も、私のコンピューターの上で動いている仮想機械も、あの本当に最後のビットに至るまで全く同じ状態に遷移するということが保証されています。で、その保証により、あの手元にある新しいあのシミュレーションの結果を画面に表示するだけでいいので、大量のデータをネットワークに流す必要がなく、あの遅延も少ないという、そういうのが、あのそれがクロ系 のネットワーク部分の本質ですね。でそれのテクノロジーがなぜいいのかということを、ちょっとあの 5G の仕組みと絡めて説明したいと思います。で、皆さんもこういうあの図は多分、このような図案のご覧になったことがあると思うんですけども、この図が何を言ってるかというと、そのこの左側にあるのがあのコンピューターとか携帯電話とか、もうカメラとか、まあ車とか、そういうあのデバイスですね。で、そのデバイスで何かやったことをサーバーに送るっていう時には、その、あのまあ電波塔があったりして、その電波塔の情報があの基地局に集められたというか、局舎に集められたりして、でそれがあのクラウドに行って何か計算されて戻ってくるっていう、皆さんが携帯電話を使っている時も、そういうふうにあの近くの電話塔からあのずっと上まで行ってまた戻ってきてるわけですね。で、あの既存の電話ネットワークっていうのは、本当にさっき言ったようなその共有環境を作りたいという時も、ユーザーがこう電話の画面をタップしたら、そのタップしたってイベントがずっとこう飛んでクラウドの方まで飛んでって、でそれが計算されて戻ってきて画面が更新されるというような、まあそういうイメージなんですけども、その 5G ネットワークの、あの潜在的な利点っていうのは何かっていうと、このマルチアクセスエッジコンピューティングという、そのまあコンピューター資源をこのクラウドだけではなくて、この電話塔とかあの基地局とかのようにエッジって言いますけども、そのデバイスに近い方に計算資源を置くことが潜在的にできるようになってるっていうのが、あの 5G の黒系側にスライドが反映されていないですか。皆さん、あの見えてますでしょうか。ですよね。まあ、あの何かがあったと思ったら、まあ、リロードするっていうのが一つの手段かもしれないです。すいません、ちょっとトラブルシュートまでは今できないですけど。あのマルチアクセス、その MEC っていうのは、あの潜在的にそのコンピューター資源を近い方に持ってくることができる。で、そうすると、あの先ほど言ったような共有環境を実装するような時に、ずっとクラウドの方まで行かなくても、できる可能性が出るわけですね。ただ、その時に考えなくてはいけないのは、もしそこに置かなくてはいけないのが、あの強力な複雑なコンピューターを置かなくてはいけない場合には、あまりあの助けにならないわけですね。本当にそういう投資をしなくてはいけないですし、アプリケーション特有のコンピューターをではこういうところに置くんですかっていうことになってしまうわけです。ただあのクロ系の場合は、あの何がいいかというと、そのサーバー上に置かなくてはいけないのは、あのこの状態を持たないリフレクターだけでいいわけですね。なので、あの本当にもうごくごく簡単な機能をそういうエッジに置くことができるようになれば、あの近くにいる人同士が共有したいという時に本当に低遅延でできるようになる可能性があるというのが、そのクロ系の 5G との関わりです。
で、そうですね。で、じゃあ、AR について、じゃあどうなのかっていう話をちょっとだけしたいと思います。で、AR っていうのは、拡張現実とか言ったりするのは何かっていうと、まあ、典型的な例としては、要はこう、携帯電話のような携帯デバイスを見て、通して世界を見ると、その仮想的な物体が実世界のところにこう重ね合わせられて見えるようにするっていうのが、まあ、拡張現実ってことなんですけども、ここでやりたいのは、こう複数人の人が同じ部屋にいて、こうやって見てるときに、その仮想的な物体も本当に同じように見える、同じにあるかのようにそこで見せたいわけですね。そこにあるかのように見せたい。で、でただそこで現代 その電話なんかはそのウルトラワイドバンドのセンサーがあるとかライダーがあるとかでその位置情報とか取れるようになっていて、もしスタティックな本当に固定された仮想物体を表示したいだけであれば、まあ、こういうことはできるんですけれども、やっぱり将来的に何がしたいかというと、こういうものをどんどん動的に作って、でそこにその物体に振る舞いをプログラムで与えたりして、本当にリッチな世界を作っていきたいわけですが、そういうふうに新しいものをどん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 付け加えて、振る舞いなんかも付け加えていこうとすると、そこにある複数デバイス間の共有動機をしっかりしなくてはいけなくなって、そういう動機をするときにわざわざじゃあサーバーまで送ってクラウドで計算するのではなくて、やっぱりその手元にある高性能なこのコンピューターでやって、ごく小さなネットワークトラフィックだけでそういう世界を作るようにしていきたいわけです。で、そういう意味では黒系のアーキテクチャというのは AR にも非常かなりぴったり合うかなと思ってます。で、実際これ Tilt5 っていう会社があって、そこはこれさっき出なかったなんだよ。もう一回できればこのムービープレイヤーのこのムービープレイヤーですね。この中を一回クリックしていただきたいんですけども。Stevie will join us later. Let's squeeze in a game then. Should we pick up our last game of Warriors? Sure. I'm board. こういうボードがあって、このヘッドセットがあって、これボードがあってヘッドセットがあるんですけども、それ何かと言いますと、結局下にあるボードっていうのはこれ今あれですね、こう再起反射をするこういう素材がこのボードにあるわけですね。で、それ再起反射って何かっていうと、光をそこに当てると当てた方向にだけ強い光が返ってくる。で、横からはそれが見えないというのが再起反射なんですけども、で、ここの参加者がかけているこのヘッドセットの目のすぐそばにプロジェクターが2つあります。で、この頭の位置なんかを計算して、そのプロジェクターが画面に目に映るべき像を2つ表示、プロジェクターから放射すると、その再起反射で自分の目のところに返ってきて、そのあたかもものがこのボードの上にあるかのように見えるという、そういうものを作っているのがTilt5 という会社なんですけども、彼らはその画像のテクノロジーはあったんですけども、実際にその同期できるようなゲームを作る技術がなかったので、我々はそこに協力してこういうものを複数人が見てる画面、複数人が見てるものが同期されて表示できるようなっていう、そういうものを作るお手伝いをさせてもらったこともあります。で、まあそういう意味でAR、5G との関わりというのは非常に親和性がいい技術だと思ってるんですけども、我々が作ってるのはこれはウェブブラウザーで動くウェブベースのアプリケーションになってます。で、そうすると何がいいかというと、ウェブブラウザーでできることなら何でもできるということですね。で、これGoogle Docs もウェブブラウザーの中で動くので、これは普通の Google Docs なんですけども、これ私が書いた
開発ライブラリーのドキュメントなんですけども、例えばこう私がこうスクロールすると、これ皆さんの画面でも、あ、これちょっと待ってもう一回、あ、どなたか消されました、ね、ちょっとお待ちください、ね、復活させます、ちょっとお待ちください、ね、これで、はい、あんまりいじっていただく段階も来るので、この現時点では、まあ、ほどほどでお願いします。これ、リンクを今取ってきただけなんですけど、同じ Google Docs のドキュメントが出ると思います。で、これもちょっとお待ちくださいね。こんなドキュメントも、私が書いたドキュメントの普通のウェブページなんですけども、私がスクロールすると、皆さんのところにスクロールしないですね。まあ、スクロールするはずだと思う。で、例えば私が奥村さんと共同作業しているときに、Zoom なんかでも、よく話をしながらドキュメントを書きたいっていうことがあると思うんですけども、その時の問題っていうのは、Zoom で画面共有をして、ブラウザーも使ってということになると、相手がどこを見てるかわからない、相手に何が見えてるかわからない、で、さっき見てたタブはどっか行っちゃったなみたいになって、その余計な手間が非常にかかるわけですね。ただでもこの黒系グリーンライトの場合は、こうやって私が見てる画面が皆さんに見えてるということが非常にはっきりわかるわけですね。例えばこう私スクロールして、このじゃあ奥村さん、この初めにっていうところどうですかみたいに言うと、奥村さんがこうなんかそこで書き直す文章を書き直してくれたり、まあ、メモを取ってくれたりっていうことができますし、でこういう既存のウェブベースのアプリケーションと組み合わせて使うことが簡単にできるという、まあ、そういう利点もあります。ウェブベースの利点です。でさらに言うなれば、ウェブベースの利点っていうのはどこでも動くということです。あ、そうそう、まあ、ホワイトボード出すの忘れちゃったな。まあ、で、このホワイトボードっていうのは、これ、簡単なお絵描きツールで、こうやって絵が描けるんですけども、どこでも動くっていうのは、まあ、皆さんも何でしたら書いていただいていいんですけども、何が面白いかっていうと、横に QR コードがありますよね。で、皆さん、その携帯電話があったら、その QR コードをスキャンしてみてください。こうやって、そうすると、この全く同じアプリケーションがこう光って見えにくい、私の電話でも今動いてます。でこれ私今電話上でこうやって線をグニグニグニって書くと、あ、リサイズ、まあ、してもいいんですけど、なるべくしてさ、リサイズしないで、本当にこれもだからここで動いてる電話上でインストールなんかもしないで、本当にあるウェブページに行くだけで開いたアプリケーションと皆さんのコンピューターの上で動いているアプリケーションが一緒に動くというようなことが簡単にできます。で、これもできるっていうだけじゃなくて、もし作りたければこういうものも皆さんでそのプログラムが書けるのであれば比較的簡単に作っていただけるというところが、まあ、強みですね。で、ウェブベースの強みっていうのをさらに言いますと、まあ、いろんなデモがありまして、あ、これ私が初期の頃に書いた簡単なデモなんですけども、これ中、あ、このイネーブルオーディオっていうところを押してみてください。で音が出ますので、ちょっとお気をつけください、ね、でイネーブルオーディオっていうところを押すと、こうドレミファソラシドドレミファソラシドってこう2秒間のループで作曲できるようになります。でこれでも私がこう弾をこう動かすと音楽をこう作ることができるわけですね。これ皆さんも玉の位置変えたりして、で新しい玉を作ったりして、こうある一定のビートになって、まあ、和音なんかもできますし、で、まあ、これ一応40人とかでやるものではないんですけども、こういうものも簡単に作れますということがちょっと紹介したかったんです。でもしこれも電話とこのコンピューター上で一緒に動かしていただくと分かるんですけど、このバーが非常によく同期して動いているということが
いただけると思います。これ後で試してもらいます。今ちょっとうるさいので消します。で、あの他にもいくつか例がありまして、ウェブブラウザーでできることが何でもできるっていう話の、例としては、例えばあの3次元 の, あのものも作れます。でこれ今新しいウィンドウを作りましたけど、これ中をクリックしてあの置くといただくと、こうキューブを並べていくことができます。で、まあ、あの皆さんとこう話をしながら何かを作る。で、あの右ドラッグで視点変えたりできますけど、なんかこう作っていったりとか、そこ でこれあの、まあ、ごくごく簡単なデモなんですけども、あの3次元のアプリケーションもウェブブラウザーでできるので、あのこういうこともできますという例です。で、まああのまあ、皆さんが楽しんでる間で申し訳ないですけど、まあ、これ閉じるとして、まあ、であのもう一つ似たような例として、あのあちょっとウィンドウを動かすと皆さんのところで動くわけです。自分の視点だけを動かした場合は自分だけが。でこれあの3次、まあ、マインクラフトみたいなゲームと思っていただいてもいいんですけども、中をクリックしてあのいただく。例えば奥村さんがあの新しいブロックを作ったり、まあ、皆さんが新しいブロックを作ったりしていただけるんですが、面白いのはここにあの、新しい人を作るっていうのがあるんですね。今私こううわーって230人とかっていう、うわーって人が動いてるのが見えると思うんですけども、これっていうのは黒系の特有の機能で、最初に言ったようにサーバー上で新しい状態を計算してクライアントに送るんだとすると、その500人なりの新しい場所っていう情報を各フレーム送らなくちゃいけなくなるわけですね。ただ黒系っていうのは新しい情報っていうのは各コンピューター上で計算するので、もし誰も画面上でいじってる人がいなければ、このエージェントたちが自分たちでランダムに動いた時にどこに行くかっていうのは各クライアント上で計算するので、一切通信することなく皆が同じ世界を見えるようなアプリケーションを作ることもできます。ちょっと また消しますね。後でまたあの楽しんでいただけるようにしたいと思いますが、で、まあ、あの医療系の、アプリケーションという話があったので、まあ、それも3次元で何ができるかという話をちょっとだけ紹介したいと思いますけども、これ出るかな。ロードにちょっと時間がかかってるけど、あの皆さんのとこでもこの、まあ、あのうちのこのデイビッド社長のデイビッド・スミスという社長のあのノースキャンなんですけども、こう私が動かすと皆さんのとこにもその見えて、あのそのように同じように見えてます。で例えばこう奥村さん、あのドローっていうとこにあるとこチェックして描くと、あの絵が描けるんですけども、私がやらなくてもあの他の人がこの脳の中のところにこうマーカーでこうマークしたりすることもできます、ね、そうで、こういうふうにあの3次元の物体を見ながら話をしたりするようなこともできます。あ、これちょっとまた閉じます。で、あのいろんなことができるんですけども、まあ、あのそろそろ一応大断言ということで、私が本当にあのお見せしたかったのは、こういう環境がある中でもやっぱりあのみんなでプログラムを作りたいわけですね、一緒に。で、あの、で、大勢で相談しながらプログラムを書くときに何に気をつけなくてはいけないかというと、あの、普通の皆さんが考えているプログラミングだと、しばしばあの、プログラムのこうテキストを修正して、それをコンパイルして、あの、20秒、ぐらい待ってもう一度走らせると、ようやくその自分が変更した結果が見えるっていうような、そういうスタイルでプログラムをしてる人が多いと思うんですけども、多人数でやるときにはそれでは困るわけですね。自分がそうやって変更してる間にも他の人は作業したいわけですし、そういう変更もあの私自身も見たいわけです。そういう意味であのライブプログラミングというんですけども、自分が書いている
プログラムの変更が即座に、あ、これしまった、これ違うやつにしなきゃダメだと、すいません種明かししちゃった、即座に反映されないとダメなわけです。でその例というのをちょっと今お見せしたいと思います。でこれも中でプレゼンテで、あと面白いのはこの黒系グリーンライト自体もウェブベースのアプリケーションなので、グリーンライトをグリーンライトの中で動かすこともできるという、まあ、そういう例でもあります。でこれちょっと例えば猫の絵をロードするとしますよね。これ多分皆さんの画面のこう猫の絵が出たと思います。でこのここでちょっと違うのはスクリプトを書くことができるんですよね。でちょっと面白い、まあ、今からちょっと全部タイプするわけにいかないので あらかじめ作っておいたやつというのをちょっとコピーペーストしようと思うんですけども、この簡単なプログラムをこう指定してみました。でこの根っこのオブジェクトに対してクリックがあったときにはこのクリックっていう機能をメソッドを起動してください。でそれでやるのはこの今の幅 Widths っていうプロパティの値を 90% に変えてそれを新しい幅にしてくださいってやります。で今私アクセプトって言ってやったんですけど、これクリックすると猫が90% 小さくなる。でこれ本当に共有しているので、もし奥村さんが猫をクリックしたとしても小さくなります。でそうですね、あこれ面白いねっていうふうに思うんですけども、やっぱりプログラムっていうのは何がしたいかっていうと、一つのオブジェクトだけじゃなくて複数のオブジェクトを関連して動くようにしたわけですね。これ犬に見えないんですけど、犬らしいんですけども、この犬オブジェクトにもちょっとスクリプトを与えてみようと思います。で、まあ、またちょっとアンチョコがあって、で犬オブジェクトの方は何がしたいかっていうと、まあ、これもあるイベントが来たらこのスケールドっていうメソッドを起動してくださいってことなんですけども、これっていうのはもし誰かがスケールっていうイベントを出したら、それを受け取って自分がこの自分の幅をその幅にしましょうっていうプログラムです。で今これ私アクセプトして猫をクリックするんだけど、あれまだ何も起こらない、バグがあるのかなって思って、あでもそれは猫がクリックされた時に何もしてないからだねって言って、こう新しい行、クリックされた時には自分の幅を変えるだけじゃなくてスケールっていうイベントも出しなさいっていうのを変えます。そうすると今こう私変えたんですけども、今まで動いていたプログラムを壊すことなく、今猫をクリックすると犬も両方とも小さくなるようになります。でこれ例えばじゃあ同じ幅じゃなくて2倍になってほしいっていうふうに変えると、何が起こるかっていうと、猫をクリックするとこれあまじゃここに2してもらうと、カレントかける2プラス、こういうふうに今変えると、ね、犬の方が猫の2倍の幅になりますみたいな。これも本当に対話しながら動いているプログラムを壊すことなく振る舞いを変えていくことができる。で見てお分かりだと思うんですけども、このシステムそのものがこの仕組みを使って書かれています。ですからこのグリーンライトっていうアプリケーション自体も共有アプリケーションなんですけども、共有してそれを拡張していけるように書かれています。で最後にさっきちょっと種明かしっぽいのしちゃいましたけど、これワークスペースって言ってますけど、例えば私が今3たす4って打って8ってやると7って出ます。でまあ電卓みたいなもんですけども、まあ、例えば奥村さんこれ全部消して好きな数式みたいなものを打ってみてください。はい。で、あれ、ね、クリックして、そうですね。で、コマンド S ってやると、コマンド S。はい、そうです。44って出る。で、一緒にだから、こう、プログラミングっぽいことができるわけですよ。で、面白いのは、こう、マスランダム。あれ、ランダム。ってやって、
8ってやるとこう 0.356069 みたいに出ますけど、マスランダムと言っているにもかかわらず、私のコンピューターの上で出た結果と皆さんのコンピューターの上で出た結果にて同じものが出てると思います。これっていうのがそのさっき言った黒系の提供する仮想機械の、まあ、マジックでして、そのランダムみたいなものも最後のビットまで同じ結果が出るようにというあのそういう仕組みがあるので、あの同じランダムになりますし、さっきあの人がわらわとあの地平の地面の上を歩いている例がありましたけども、ああいうものもあの作れるようになっています。で最後なんですけども、まあ、これ簡単なプログラムで何が言いたいかというと、あのローテーションっていう変数を作って、こうプラスイコールっていうのはそれちょっとずつ 0.01 ずつ足していくってことですね。であのコサインサインコサインで新しいこのトランスフォーメーションを計算して、自分自身にそれを適用した後に30ミリセカンド後にそれをもう一回呼びますってやると、こうウィンドウがぐるぐるぐるって周りに出します。あでも私本当これあの時計回りじゃなくて反時計回りにしたかったんですよね。で奥村さん、もしかしてあのプラスイコールをマイナスイコールに変えたら半時計回りになるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとやっていただけますか。でこれデモの難しいところは何か。ちょっと選択が難しいです。そう、このデモの難しいのは何かっていうと、はい、回ってるとものをいじる。あれマイナスイコール、そうそう、マイナスイコールすると逆回りになるって。これだからのバグがあった時も対話して相手に頼んで、その動いてるプログラムをその場で変更して何が起こるかが分かる。で私が例えばもうこれ回ってるのはちょっと大変だからパーソルキーでやる、こっちか、これ難しいんですよね、反対だったです。まあプラスでもマイナスでもない、イコールにするとあの止まるっていう、あのでもこれまだプログラムを壊すことなくこう粘土をいじるようにいじりながら自分たちの、 あの望む方向へ変えていくことによってシステムを作っていく、そういう環境をまあ作っていきたいと思っています。で、まあ、私のその説明はだいたいこのぐらいなんですけども、この下にあるこの SDK というさっき言ったこういうものを作るためのライブラリーも公開されていますし、またあのちょっと待ってくださいね、まああのグリーンライトっていうあのウェブサイトがあるんですけど、グリーンライトというかこう黒系 IO グリーンライトっていうところに行って、あのユーザー登録をしていただくと、まあ、これっぽいこのような画面が出ます。であのこの下にあるあのオーガニゼーションセッティングスの中でこうメンバーズとかのところであの既存のメンバーを追加したりすると、自分たちだけのプライベートルームを作って、そこであのこういうことをしながらあの話をしたり、あるいはプレゼンテーションを重視してるんですけども、プレゼンテーションを作ってお客さんを呼んで、あのお客さんに試してもらいながら話ができるっていうようなあの環境なので、もしあの使いたいとこれじゃあ思われた方はこれ出してみよう、まあ、グリーンライトを本格的に使いたい方、まあ、あるいはその黒系で共有アプリケーションを作りたい方っていうのもあのぜひぜひご連絡くださいね。私ぜひともそういうのをあのお手伝いしたいと思っています。というわけであの私のそのキーノートはここまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、あのパネルディスカッションに入りたいと思います。パネリストの皆さん、ビデオとマイクをオンにして、ください。はい、それではですね、まずあの、元日経マーク編集長の林さんの方から、お願いいたします。あ、はい、わかりました。いや、あの林信夫と言います。元日経パソコンとか日経マックを、編集長してましたけれども、まあ編集長というよりもその創刊させたメンバーっていうふうに思っていただいた方がいいと思います。でですね、この皆さん、このデモを見て感動的ですよね。あのものすごい小さなチェーンであっ
って、それから世界中からその参加できる、まあ、参加できるのはネットワークだから当たり前なんですけども、その仮想空間に、実物、なんていうのかな、リアルなもの、人間として、ものとして参加できるっていう、そういうツールが、もう本当に手元にあるんだなっていうことを感じまして、ちょっと驚きましたね。ちょっとこんなことができるんだったらば、うん、まあ私コーディングをして、それからその後ね、実はリンクっていう作業があるんですけどね、昔はリンクして、それをコンパイルして実行するというふうなことをね、やった世代ですから、ちょっとショックでしたね。それで、まあ感じたことっていうことなんですけどね、まあ多分オンライン学習の本質的なところを、まあこれ改革してくれるって言いますか、そのついてると思うんですね。で、日本でね、最近オンライン学習っていうこと始まりました、まあコロナの影響もありますけれども、デジタルでやりましょうなと。そうするとね、日本ではどうも教科書の電子化みたいな話になっちゃって、で配布コストが下げられるとかね、重い教科書持っていかなくて済むとか、まあ大いに見当違いの話しますけれども、これデジタルならではのインタラクティブな教育ができる可能性があるというところにやっぱり着目しないと話にならない。今日のお話聞いて、これ本当にオンラインで教科書を読めるということだけじゃなくてですね、実際に物事に手に触りながら、学習していくということができる時代になったなということを感じました。それで、まあ、私の話ですけれども、もう40年も前の話なんだけど、日経パソコンでもね、この教育という部分、大事なテーマとして常に載ってきました。40年の前の話ですけれども、まあ、中曽根首相の時代に、まあ、大特集しまして、まあ彼らの目にも留まりました。それで、その時代にですね、いろいろそのじゃあデジタルで教育するということはどういうことかというふうなことを、まあ、議論にも参加させてもらったんだけれども、まあ、そういったこともあって、今日はここのパネリストに呼んでいただいたのかなというふうには感じています。で、今日のお話のなんか中心になってたようなことですけれどもね、この有名なイラストがあります。アラン・ケイさんが、これはね、1968年にですね、ダイナブックというその、端末の概念を発表してですね、で72年には ACM ナショナルカンファレンスというのがあったんですけど、そこでまあいろいろとね、論文を発表しました。ここに書いてある、この URL、 これアラン・ケイさんが最近また書き直した文章な、先ほども出ましたけどね、それから高木さんも言っていただいたんですけれども、この URL ぜひ共有したいと思いますんで、ですね、チャットに貼ればいいんですね。チャットに貼って。チャットに貼る。それ後でできますから、後でやりますかね、それで皆さんに分かるように、まずどんなところにねやるか、質問を簡潔にお願いいたします。そうですか。で、ここにね、URL 書いてありますけれども、後ほどお知らせしますけれども、とても勉強になるといいますか、触発される記事なので、ぜひ読んでいただきたいと思います。で、そこで感じるところなんですけど、要するにインタラクティブエデュケーション、自分がその直接関わり合えるような中で教育をし合うということですよね。で、実はね、そういう話、実験はずいぶん前から行われていて、で2014年の、まあ、これはバルセロナでの教育機関での、まあ、実績なんですけどもね、こういうビデオが残っています。これはパネルの上で、ね、みんなで集まって、これなんかさっき、見たような画面ですけども、これが、まあ、その当時はですね、パネルにみんな集まって触り合ってやると。で、そういうさっきね、
クロケで見たシーン、それがもうあの、2014年の頃にはこうやって一緒になっあのパネルに向かってやってるんですけれども、これがそのインターネットの中で、あのネットワークでつないだ中で離れたところで、自由にできるということですよね。もう恐ろしい時代になってきたなということで、分散オンラインでリアルタイムでこれ、できるようになってきたということで、まあ、あの林さんね、あのプレゼンというよりはこういうことができそうだということで、うん、みんなでディスカッションしましょう。いや、しましょう、はい、これで終わりですから、はい、でそういう、VR とですね AR が組み合わせるということで学習領域がとても広がるということ、まあ、こういう学習教材が本当に作れる時代になったということで、とても私感動して今先ほどのデモンストレーションを見ました。後ほどこの辺の話を深めましょう。はい、はい、ありがとうございます。それで今のことについてですね、まさにその遠隔教育なわけですけども、テレワーク、それからテレワークというかね、仕事のも一緒ですよね。みんなで共同できるということについて、どうでしょう、皆さん、簡単にコメントください。林大輔さん、どうですか。はい、そうですね、このみんなで教育するって、まあ、次のスライドで僕出そうと思ってるんですけど、やはりあのこう今の今回のデモ自体が、このセッション自体がやっぱりあのちょっと新しい形になってて、体験型になってるっていうのはすごく没入感があるというか、みんなで楽しむワクワク感っていうのがすごく感じるなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは大谷さん、どうですか。はい、まあ、僕もプレゼンの中で話そうと思ってますけども、今林さんが言われたように、まあ、こういうコラボレーション環境っていうのは今までいくつかこう実験的なものとかイベント用には作られたりしていたんですけども、それがやっぱりもうリアルで、すぐに皆さんこういう形で使えるような状態で、今目の前にあるというのが非常に技術の進歩を本当に物語ってるなというふうに思います。岩波さん、いかがですか。はい、聞こえますでしょうか。はい、まあ、そうですね、私も後で、申し上げようと思ったんですけど、このまさにライブコラボレーションですね。でこれは、まあ、クロケは随分長くからね、昔から取り組んできたと思いますけれども、まあ、5G との相性なんかも非常に良いというかですね、私の目指す、まあ、実現しようと思う世界が、まあ、同じだなというのも改めて、実感したところでございます。ありがとうございます。はい、ちょっと大島さん、簡単にコメントいただいたように、この林大輔さんにいきたいと思います。あ、はい、もう皆さんおっしゃる通りで、技術、まさにその発明と一般の手に渡るまでの、そのタイムラグという話があると思うんですけども、まあ、できる、やろうと思えばできたっていうのは昔からあるんですけども、技術の進歩によりいろんなことがやりやすくなっているということを、うまく使っていければと思います。ありがとうございます。では林大輔さん、あ、プラネットの林大輔さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。今ドキュメントをクロケの中に置かさせていただきました。やはりこの先ほども言いましたが、このデモ自体が、すごく先進的に進んでるなということをすごく実感します。我々の会社はですね、歯科向けの、アプリケーションを、提供してまして、今全国に5900件の院を、クリニックを、デンタルテンRという商品を通してですね、提供しています。で、まあ、このような形で、Apple の販売もしていまして、Apple の方でホームページが取り上げられるぐらいの、ところに今成長している形です。まあ、これからはアメリカの方にも展開するという形で、高木さんにも少しお手伝いしていただいている形になります。で、まあ、次回ですね、デジコンサロンでもアニメの方の授業もやってまして、こちらは、我々の会社でやっていますよということでご案内させていただきます。それではですね、実際、医療現場でどのようなことが今起きていて、クロケでどのような形で役に立つんだろうかということをですね、連想しながら話をしていきたいと思います。コロナになってからですね、歯医者さんのアプリケーションなんですけど、歯医者さんでもデジタル診療っていうのが始まっています。我々のソフトっていうのは、こちらご覧いただいて分かるようにですね、患者さんの歯の口腔内の写真とか分かりやすい形で情報提供するっていうのが、すごく
特徴的ですしですね、それが今、前はパソコンの前に行かなきゃいけなかったんだけど、今は iPad の中で、将来はどうなるかっていうと、クロケとかを使った形で、まあ、訪問診療もそうなんですけど、まあ、コロナの方で行けない、実際ですね、院さんであったのがですね、治療とか診断はデジタルでできないじゃないですか。だから来てから治療とかをしたらすぐ帰ってもらうっていうことをやられていた院さんがありました。で、あと後ほどこういった口腔内の状態を説明したりするのが、後で電話とかパソコンを使ってやるなんていう院さんが出てきました。こういったものがですね、これから進んでくるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、これで教育しようっていうことをかなりやってます。例えば歯の噛み合わせなんていうのは、その健康寿命とか、あとはにクリックできない、要は歯をカチカチって噛んだときに脳の信号がどこに行くのかっていうことで、認知症の予防に関わるとか、そういったような情報もありますので、そういったこともですね、情報提供をどのようにしていくかっていうことが、ポイントになってくるんではないかなと思っています。医療現場でもかなり使っていくことができると思っています。そしてですね、もう一つですね、我々の90名、社員がいまして、全国でですね、こういったことをやるときに、今まではユーザー会っていうのを開いてました。 Zoom が始まる前、コロナの前っていうのは直接会うコミュニケーションっていうことをやってました。このあたりがかなり劇的に今後も変わってくる、クロケの可能性を感じましたので、ここをお話しさせていただきます。要はですね、コロナの前っていうのは直接会うというコミュニケーションで、例えば我々のソフトだと iPad だったので、 iPad をみんなに配って体験していただくっていうこともできました。あとはですね、長時間のセミナーでもいろいろなイベントを企画して、例えば3時間5時間のセミナーでも飽きることなくやることができたんですけど、 Zoom のセミナーってなかなかそのあたりが難しいというか、最初になったら苦労した形ですね。あとはですね、面白いことが起きてまして、86協定がかなり厳しくなったので、勤務時間中にセミナーにスタッフさんが参加されたり、大事の方が参加されたりするケースが増えてきました。で、今はどうなってるかっていうと、やはりその Zoom でもある意味かなりのところができちゃうじゃんっていう形ですね。あとは経費削減で伝わるし、満足度も悪くないと、こんなような形が出てきました。あとはファシリテーターがいれば録画でいいじゃんっていう感じも出てきたんですね。あとはこうプレゼンする方としてはライブ感が足りないので、もうこれ何回も同じこと話すんだったら録画でいいじゃないかっていうような、形で、感じてる先生。あとは受ける側はもうセミナーがたくさんありまして、我々の今日のセミナーも6箇所ぐらいで同じようなセミナーをやったりしてるんですけど、我々のスタッフが。そうするとその先生たちはそのセミナーの構図でデジタル疲れをしてるなと。だからいかにそういう体験型のものをするのかっていうことで、例えばさっきのゲームみたいな形で今盛り上がってるよっていうのが分かると、講師たちはすごく面白いんじゃないかなっていうことを思ってます。あとはセミナーっていうよりもそういう体験してるなっていう形が没入できていいんじゃないかなと思います。あとはですね、働き方改革で我々90人の社員がいるんですけど、コロナ前は会社に行くっていうのは当たり前だったんですけど、そうすれば顔色を見たりして雰囲気が分かったり、あとは仕事外の雑談っていうのができたんですけど、コロナ後要はスラックとかズームとかも入れながらやって、いいことっていうと何が起きたかなっていうと、全員の形あなたはどうですかっていう意見を今回のパネルディスカッションに聞くので、発言の機会っていうのはアップしたんですけど、なかなか本筋以外の雑談っていうのが減ったりですね。あとは問題になっているのがその人材教育ですね。もう一つ、面白かったのが、その全社に調べてみると確実に健康管理っていうことがみんな下がってます。要は会社に来たらトイレに行くだけでも歩いてたり、話をするだけでも歩いていったり、外に空気を吸ったりっていうことがあったんですけど、そういったことが、少しずつ減っていって、健康感がですね、健康の大切さっていうのを非常にリアルで、追求していかなきゃいけないかなっていうことを思っています。で、最後になるんですけど、これが我々が今取り組んでるところにもなるんですけど、やはり一番右の上がうちの息子なんですけど、そのコロナになった時にデジタルで授業をしようということで、こんな感じで特設でですね、作って勉強してたり、エデュケーションの部分ですね、そんなことをやってました。あとはですね、私はヨガが好きなので、ヨガのこういった運動不足にならないように社員に対してセミナーをしたりしてました。あとはですね、こういったデジタルのことが起きていくと何が起きるのかっていうと、会う機会、直接会う機会がいかに大切かっていうことが
従事されてまして、我々はプラネットファームっていう、農業体験を社員でできるような、でみんなで野菜作るっていうところで、そこで直接会うようにしようなんていう機会が、どんどんやってまして、そこで活躍しているのが実は、Apple Watch です。 Apple Watch で、脈拍やそういったところを測りながらやっていこうなんていう活動をしています。最後になりますが、私がヨガの教室をやってて思ったのが、呼吸を合わせていくとシンクロ感が違うんですよね。なんか没入感っていうのが、その参加している方とその一緒に何かをする、一緒に呼吸をする、一緒に発音を合わせるっていうことが、何かその黒毛の中で同調できるようなことができていくと、リアル感が違った面白い体験ができるんじゃないかなと思いました。以上になります。はい、ありがとうございます。今の呼吸と動機って話はもうそれだけで一つできそうですね。今のですね、林大輔さんの話で、まあ、ポイントの一つはですね、医療、特に遠隔診療といいますかね、歯医者さんに行けないときにっていう問題があると思います。それとそれからあれですよ、食育ですとか、本当に歯というのがね、幼少の頃から、まさにその老後のですね、地方症問題とか、まあ、そういう教育に重要ですよね。そのあたり、いかがでしょうか。林信夫さん、今の話を聞いていかがでしょうか。一言お願いいたします。どうもありがとうございます。いや、教育医療、実際にあれですよね、まあ、病気になったような時にはですね、実際にお医者さんに見てもらうということがなかなか緊急事態の中ではできないということがありますので、これが今現在も実験は進んでいますけれども、例えば離島でね、医療を、進めるとかいったときに、実際にこれを応用することによって、これ現実のものになりますよね。まあ、ロボットでの手術ですとかそういったものもありますけど、それも今はたったの2メーターぐらいの先から操作するというふうな形になりますけれども、これが、都内の、主要な病院から、もう、周辺の病院に、連絡、リアルタイムでつないで手術できるというふうなことになると、すごいことになると思いますので、早くそういう時代になってもらいたいと思います。大谷さん、いかがでしょうか。やっぱりこういう環境も習うより慣れろだと思うんですね。ですから本当にどこかの小学校とかですね、そういうところに、まあ、まず最初はテスト的に導入してみてですね、で子どもたちがもう本当にデジタルネイティブとして、あるいは黒毛ネイティブみたいなですね、そういう子どもたちを育てていくっていうのが非常に重要じゃないかなというふうに感じました。はい、岩波さん、いかがでしょうか。はい、まあ、ご存知の通り、このコロナ環境でですね、もう遠隔の医療に対するニーズってのは本当に上がってると思うんですね。で、まあ、とりあえずまずは遠隔診断とかですね、まあ、先ほど林さんが言ったように、その、まあ、最終的にはいわゆるダビンチ手術、遠隔の手術ですね、まあ、こういうことをやろうと思うと、本当にもうまさに超低遅延、まあ、高度な動機みたいなのが必要です、まあ、メスにいるわけですからね、まあ、そんなようなことですけれども、まあ、昨年から実は総務省でローカル 5G の、ね、実証が始まっているところです。 まさにこの2月3月で初年度の実験を終えるんですけれども、五島列島でね、まあ、遠隔医療関連のプロジェクトが今進んでいる真っ最中ですね。はい、まあ、とりあえず以上です。はい、大島さん、いかがでしょうか。そのセンサー、まあ、体を使うという点に関して、その、まあ、Apple Watch であるとか携帯機器であるとかの連携というのも我々を非常に興味がありまして、今回は携帯電話の話はあまりしませんでしたけども、本当にまあ、ブラウザーが動かなくても JavaScript の、エンジンさえ動けばそこで動きますし、データをセンサーから送られてきたデータを集めて何かするっていうようなこともできますので、そういう応用というのはある、確かにある、ありうるなと思います。はい、それでは大谷克俊さん、お願いいたします。はい、今ちょっと多分こっちのネットワークの問題だと思うんですけども、ズームは全然問題なく見えているんですが、黒毛の方のダウンストリームって言いますか、例えばウィンドウ
自体は描かれるんですけれども、その中身がですね、表示されない状態だったりするんですね。はい、でリロードすることになる、リロードが、はい、しているんですが、今まだですね、画面が出てこない状態ではあります。でもしあれでしたら、すでに送ってあるものをですね、ちょっとそちらの方で黒剣の画面の中に、表示していただいて。あ、そうですか。ズームの画面共有でも、まあ、はい、避難、はい、ズームの方はですね、見えています。はい、ズームの画面共有でちょっと始めていただけますか。大谷さん、こちらでですか。ズームの画面共有をしてみてくださいということです。はい、じゃあこちらでズームの画面共有を、はいはい、いたしますね。そうするとですね、はい、今ですね、あ、ファイル自体はですか。そうですよ、はい、あ、でも、はい、ファイル自体ですね。お続けください。はい、じゃあちょっとお待ちください。ちょっと今黒毛の画面出してしまったんで、じゃあちょっとプレゼンの方の画面出すようにします。そうですね、こちらですね。はい、ちょっとお待ちくださいね。直接プレゼン出しますので、大島さんが画面共有閉じないといけないのかも。あ、そうそうそう、大島さん、画面共有、ズームの画面共有をオフにしてください。はい。はい、じゃあ、こちらで、はい、共有いたします。これで大丈夫。あ、画面共有の開始に失敗っていうのが出てますね。ちょっと、あ、もう一回ちょっとじゃあ、閉じてからやってみましょう。これで、はい。これで今、はい、見えてます。見ているかなと思います。はい。これであと、まあ、黒系にも予約探して入れてましたが、はい、多分大丈夫です。まあ、どちらでも。はい。あ、はい、今、これはキーノートの画面を共有してるんですけども、キーノート画面をですね、共有してまして、はい。これで、キーノートの方から、はい。一応お題がですね、アップルのエコシステムと、まあ、黒系グリーナイトのなんかシナジー効果みたいなものを高木さんの方からいただいたので、本当に簡単なあれですね。はい、自己紹介としてはこういうもう何年ですかね、40年近くいろんな本を出しておりまして、今ちょうど最新刊がアイロボット、ルンバを作ったアイロボットの CEO のコリン・アングルさんにインタビューをした競争力というのがありまして、まさにこの黒毛グリーンライトというのは競争を共に作っていくという意味においても非常に今後理想的な環境になっていくんじゃないかなというふうに思っております。で、先ほどもちょっとお話したんですけど、黒毛を触っての印象ということで、本当にこうオンラインでのコラボレーションがごく自然に行えるっていうところですね。それからもちろん 5G のもっとそれが普通に使える状態になれば、どんどんそういう、まあ、遅延がですね、どうしても本当の1ミリセックみたいなものはローカルの環境ということですけども、既存の 4G ネットワークよりは、まあ、早くなっていくわけで、もっと、まあ、簡便に使えるようになると思うんですけども、現在のネットワーク環境でも実用的に運用できるというところが非常に素晴らしいと思います。それからまさにローカル環境を共有しているっていう、これまでの例えばこういう画面共有と違ってですね、ネイティブ上の本当にクラウド空間を一緒にそこに入って作業しているという実感がありますので、従来ですと、まあ、VR ゴーグルをつけて VR 空間でチャットをするとか、まあ、あるいは画面共有して作業するというのがありましたけども、そこはまだちょっと例えばゴーグルを装着しないといけないとかですね、一般の方にはハードルが高いと思うんですね。で、今後も、まあ、専門領域とかではそういうものが普通になっていくというところもあると思いますし、それからアップル自身も、まあ、AR に力を入れているけれども VR ゴーグルも開発中とも言われています。で、これは多分開発者とか あるいはそういう垂直市場に対してのアプローチではないかと思うので、一般の方はやっぱり AR のグラスの方が VR よりは日常的に使えるというところではいいと思うんですけども、現状ではやはりこういう普通のコンピューターの画面あるいはモバイルデバイスの画面を通じてコミュニケーションを図るっていうのが一般的なので、
そういう環境においても実際にこう共同作業をしているという感覚が得られるというところで、今一番まあそういう意味では先端に位置している環境ではないかなというふうに思います。で一番下にも書いてありますけど、本当に専用アプリの必要がなくて、ブラウザーがあれば OS とかデバイスを止まったままですけど。あ、止まったままっていうか、キーノート今何の画面？表紙だけです。キーノート、あ、表紙だけ？あ、本当に。黒系側では、多分黒系側を操作なさっていたんだと思います。黒系側の操作、いや、黒系側で今出してるとこで、話になってるとこのページがちゃんと表示されている。Zoom側は Zoom の、 大谷さんのキーノートが映ってるんですが、そこは多分めくられてないですね、はい、あ、そうですか、はい、それはどう、なんかやっぱりネットワークはちょっとこちらの問題だと思うんですけども、あれかと。そうすると、そちらのじゃあ黒系の画面を出していただいた方がいいですか？であればです。すみません。あ、じゃあ私は、はい、私が共有戻ります。一回、そうですね。すみません。ちょっと切りますね。はい。混乱してますけども、はい。はい。これでどうでしょう。あ、大丈夫ですね。はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。これで、まあ、ちょっとスライドだけちょっと簡単に動かしてみていただいて。はい。そうですね。それで、で僕の方が、だからその黒毛のダウンストリームが来てないので、その操作がですね、できないので、まあ、ページをめくっていただければ大丈夫です。はい。はい、すみません。本来のその共同作業になってないんですけれども、まあ、逆にオンラインではなってるということで、はい。で今出てる画面にありますように、まさに専用アプリの必要がなくて、ブラウザがあれば OS デバイス問わず利用できるメリット大きいと思います。でちょっと次の、はい、ページに行っていただいて、まあ、これは Pixabay の、フリーの素材を使ってるんですけれども、先ほどどのようなその画面に出ているウィンドウ一つ一つがまあアプリのような形ですが、そこにまあ QR コードがつくということなので、例えばその医療ですとか教育現場でですね、それをプロジェクションしている画面でも QR コードが出ていれば、それをまあ自分のデバイスで取り込んで、同じ画面を出すことができますね。なので、例えばそういうリアルな空間で、なんて言いますか、コンファレンスをやっている、あるいはこういうブリーフィングみたいなのをやっているときでも、自分のデバイスにその情報をすぐ取り入れることができますし、それから、まあ、例えばこういう病院ですとか、教育現場で何かの資料をどこかのディスプレイに表示されているものを自分のものに取り込んで、例えば患者の元に行くとか、あるいは教室に戻って何か話をするというような形でも日常的に利用できるような環境が作れるんじゃないかなというふうに思います。それからまた次の、はい、ページをお願いいたします。でここでアップローチとか iPad、 それから、まあ、先ほどまだ一応まだ開発中と言われているので、まだどういうものが本当に出てくるかは分からないですけども、 AR グラス、こういうものがハードウェア絡んでくるとですね、もともと黒毛はもちろんプラットフォームに依存しないというところがポイントではあるんですけれども、 Apple の得意なところはやっぱりデバイス間連携なので、現在 QR コードでまあタスクを共有できますけれども、 Apple のハードウェア そのエコシステムの中にこういうものが入っていくと、 NFC とか UWD を利用して、その QR コードを取り込まなくてもですね、なんかデバイスのところに自分のデバイスを持っていって、まあこうまあ、タッチまでいかなくても近づけるだけでですね、その画面を取り込んで共有をしたりどこかに持っていくということができるようになるんじゃないかというところを期待しています。でちょっと次のページまたお願いします。はい、今でも例えば本ポトミニとかのプレゼンテーションとかでもデモとかでも見せられているんですけども、例えばiPhone の方にで再生している Apple Music の音楽をホームポッドに近づけることでそっちで再生が移るというような形であるとか、あるいはそれが、まあ、例えば Apple Watch であるとか Mac であるとか iPad であるとか、そういう間でもできる。今もちろんAirDrop とかでデータを移すことはできるわけですけども、黒化の環境みたいなものと組み合わせたときには自分のデバイスをその今黒毛がメインで走っているデバイスに対して近づけることで、その内容を取り込む、あるいはある一つのウィンドウにあるアプリを取り込んで、
でどこかに、まあ、表に出ていくとかモバイル状態で使うとかそういうようなシームレスな連携ができるようになっていくと非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。でまたちょっと次のところを見ていただければと思うんですが、あの先ほどのデモのところでもあの同じ画面をコンピューターとスマートフォンで共有しているというのがあったんですけれども、あのここからちょっとヒントを得てですね、今どうしてもこういうオンラインの、まあ、Zoom でもそうなんですが、あのカメラの位置とどうしてもその見ているあのこう人相手が話している画面っていうのでこう視差のズレが出ますので、もしそういう、まあ、例えばマッキントッシュと iPhone を組み合わせてですね、で同じ部分が iPhone の小さい画面でも、大きな画面のトリミングされた状態のものが出ていればちょうど画面の真ん中に置くことで、ほぼ視線を合わせた状態で例えばこういうあのテレカンファレンスみたいなものができていくということもあると思います。ですから、まあ、非常にこの、まあ、さまつな、応用かもしれないんですけれども、そういうような身近なところでも、従来よりももっとユーザビリティの上がるような環境というのを作れるんじゃないかなというふうに考えています。僕のパートはそんな形ですけれども、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今のについて林信夫さん、ご感想を。ありがとうございます。うん、あのすごくまとめていただきましてありがとうございます。あのそうですね、あの、やっぱりあのこういうなんですか、同時に AR とですね結びつけられるというそういう技術、あのまだ実際にはねここのところがあのリンクされてリンクしていないという状況にありますけれども、それがちょうどなんていうんですか、あの今年できるかもしれないですよね、本当に。だからそこを私は期待しています。はい、以上です。ありがとうございます。林大輔さん、いかがでしょうか。はい、やはりそのさっきのデモの中ですごく面白かったのが、その QR コードで iPhone でも見れるっていうのはすごく衝撃的だったんですね。やっぱりああいったものを一緒にその見てる人と体験できるっていうのは素晴らしいと思いました。で実は僕らあのインストラクトとかも Zoom とかに変えていこうってことをいろいろやってるんですけど、 Zoom とチャット Zoom の中のチャットボックス、あとは向こうの画面を触るために TeamViewer、 あとは最後に Google フォームであのアンケートなんていうのをやってるんですよ。それが一辺の一つのところでできたりするっていうのは素晴らしいなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。岩根さん、いかがでしょうか。はいそうですね、あの黒系で実現できそうなこととしてですね、あの、まあ、ブラザーベースでいろいろとコラボレーションもあるんですけれども、先ほど大谷さんが言ったように、あのおそらくね多数の端末をシンクロさせて、まあ、動作させるようなアプリケーションなんていうのがですね実現できる環境なんじゃないかなと、まあ、そのあたり面白いことができそうだなというふうに感じましたね。とりあえず以上です。はい、大島さん、どうでしょうか。あ、その林さんがおっしゃったように、あの基本的には複数 の, あのカメラの入力を使って、あの、まあ、相手にこちらが選んだ選択したストリームを相手に送るっていうようなことなんですけども、そういうのはあの本当に実はもう作ってありまして。あ、そうですか。そのときのやり方としては、まあ、I2I の目的とはしてないんですけども、こう自分で普段は顔を見せて喋ってるけども、例えば、ここ の, あの機械のところちょっと見てとかっていうときに、その iPhone のビデオをそこの相手に見てもらいたいとか向けて、ストリームを変えて、ほら、こうなってるでしょうみたいなことはできますし、で、その岩波さんがおっしゃった出力側の、例えばあの、複数プロジェクターで、まあ、大きいケーブルみたいなのを作りたいときに何を表示するかというのは黒系であの操作して、ただ それぞれのプロジェクターは違うあの視野をカバーするように表示するとかっていうこともありますので、本当に入力側も出力側もあの可能性は大いにあると思います。はい、ありがとうございました。ではあの最後に岩波さん。あ、はい、いいですか。あの話の途中でさらにあの気がついたんですけども、その大谷さんが言っていただいたその NFC とか UWB の利用っていうのがあのこれからまあ大切といいますか、キーデバイスになってきますよね。でそうしたときにどうも日本はねここダメなんですよ。つまり何かっていうと、あの無駄な規制がそこに入ってきましてね、
して、なかなかその、世界規格になっているものを日本でも使ってもいいよというふうなその枠組みになってない。そこで日本だけ最後に残っちゃうっていうふうなことが今でも現在あるんですけども、そこを変えていかなきゃダメだなということを思いました。はい、UWB なんかね、もうどんどん皆さん持ってるデバイスにたくさん入ってるんだけど使えないんですよね。そういったところを改めていかないと本当のスマートシティにならないということなので、ぜひ、ここに参加しておられる方なんかも認識しておいていただければと思います。それでは岩波さんお願いします。はい、じゃあちょっと画面共有しますんで。共有できてますでしょうか。はい、できてます。はい、全画面になってます。はい。はい、それでは今、ただいま紹介いただきまして岩波です、私の会社インフォシティは、まあ、ソフトウェアの開発会社なんですけれども、サーバーからスマホアプリからね、組み込みから長いこといろんな、ね、ことをやってます。で、同じくここにビットメディア、それからテクノネットってこれ3社出しましたけれども、3社グループでですね、最近いろいろと、動いております。テクノネットってのはリアルタイムのいわゆるスポーツグラフィックスですね。スポーツ中継、皆さん NHK からや民放さんからいろいろと見ていると思いますけれども、ほとんどこの会社が担当していると思ってくださいと。で、本日ですね、関係してのこのビットメディアっていう会社、まあ、もしかしたら今日高野社長が見ているような気がしますけれどもね、もう20年ぐらいも結構 P2P を随分追求しているところなんですよね。高野社長がね、大島さんと結構前から親しくさせてもらっていて、まあ、黒毛のソースコードなんかももらったりしてですね、ちょっといろいろと遊ばせてもらってるなんていうところで、まあ、僕は黒毛を知りましたと。で、もう一つ本日呼ばれた理由の一つがこの 5G だと思うんですけどもね、実は2014年からこの日本では 5GMF という組織が立ち上がって標準化から研究開発を推進してるんですけども、まあ、ここにありますようにですね、私アプリケーション委員会の委員長もさせていただいているという関係で、まあ、とりあえず 5G のことを今日はちょっと、5G との関係をですねお話ししようかなと思っております。で、まあ、いろんなことやってるんですけれども、まあ、例えばこういうよくある10ギガ BPS だとか1ミリセックだとかね、まあ、こんな資料が飛び交っておるんですけれども、これじゃまあ分かりづらいということなんで、じゃあそれで何ができんのっていう、こういう利用シーンのイラストなんかを結構たくさん描いたりしておりますね。それで、まあ、黒毛の話でいくとですね、まあ、もうこれ、まあ、60年代から今に至るまで、なんていうんですか、分散と集中っていうのは、まあ、流行っていうのも変ですけどね、これを繰り返してきた感があります。で、まあ、これはですね、コンピューターとネットワークの、まあ、というのがまあこう、まあ、イノベーションの両輪なんですけどもね、これ密接に絡み合っているということですね。で、まあ、一頃クラウドが全盛でね、何でもクラウドでできる新クライアントでいいんだっていうところに、まあ、iPhone が登場して以来ですね、 iPhone なんて超リッチクライアントですからね、というところが現在なんですけども、まあ、そんなさなかに 5G が登場しているということになります。で、5G の中でですね、まあ、大島さんも、MEC って言ってましたけどもね、エッジコンピューティングは非常に実は注目されているところですね。まあ、中間に位置するっても変ですけれども、まあ、クラウド一辺倒じゃないよって話ですね。まあ、クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングを比べると、まあ、アプリケーションがもうクラウドあるいは端末にあるのか、そうじゃなくてここですね、このエッジのところにあるのかというお話でですね、ここが非常に注目を浴びているところです。で、最後にはちょっとこれいわゆる伝送遅延に着目したプラットフォームのモデルなんですけどね、まあ、大抵クラウドってのは世界にあるいは全国で何か所かあって、実は伝送遅延だけでもある程度の遅延はある。
まあ、従ってですね、一番下オンプレミス、まあ、例えばスマートファクトリーみたいなね、非常にクリティカルな、要求があるようなアプリケーションは、まあ、オンプレミス、コーナーにサーバーを置いてっていうのが多いんですけれども、まあ、そうじゃなくてエッジ、まあ、もうちょいと広い範囲でリージョナルデータセンターに置こうじゃないかっていうお話になっていてですね、で大島さんのお話にもあるようにこの部分ですね、この部分に非常にその、まあ、注目が集まっているわけですが、まさにこの部分が、黒毛が目指す、先ほどリフレクターを置くなんていうお話をね、大島さんされておりましたけれども、まさにここに、黒毛のリフレクターを置かれて、ることによってですね、先ほど言ったようなまさにライブコラボレーションを可能とするようなアプリケーション、まあ、そういったものの基盤になるんだろうなと、まあ、そういう期待を持ってですね、黒毛を、ちょっと見させていただいております。とりあえず私の方からは以上ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと共有を停止します。はい、今の話がですね、スーッと入ってくる人は相当なの 5G 粒だと思うんですけれども、まあ、要はその技術的な、ね、説明がありました。 5G の中でそのエッジコンピューティングというですね、中間のところでやるっていうのは主流になってくる。そこにおいてこの、クロケンによるですね、ライブコラボレーションというのが非常に有望であるという話だと思います。まあ、非常に時代とシンクロしてるってことですよね。うん、そうですね。うん、先ほど分散と集中は流行だとかって言いましたけれども、まあ、黒毛も随分長いことね、取り組まれてると思いますけども、ついに出番が来たなと。まあ、そんなイメージですね。はい。はい、すみません、また順番で林信夫さんからお願いします。ボイスが出て、失礼しました。いや、本当にそういう形でのですね、インフラからきちっと説明していただいて、よく分かりました。あんなに違うんですね、要するにクラウドと、その、なんていうかな、実際、インハウスのサーバーというのは。まあ、そうですね。で、その、要するに最終的には、レーテンシーまでいかないと、詰めていかないとなかなかできないことも多いんでしょうけれども、相当そこに近いところに来ているということで。よく 5G は伝送遅延1ミリセックって大文句ですけどもね、うん、あれはですね、直線区間だけの話なんですよ。エンドトゥエンドじゃないんですよ。だからエンドトゥエンドでクラウドにアプリケーション置いておくと、やっぱりあのぐらいの遅延は発生しちゃうんですね。なるほど。まあ、で近いところに置いとけば、それはどんどん縮まると。なるほど。でそういった部分 のなんか遅延、なんていうのか、ずれを、クロケは要するにローカルにあるアプリケーションで吸収してしまうというふうな、ソリューションを持っているということなので、これは本当に使えますよね、そういう意味ではね、素晴らしいと思います。はい、林大輔さん、いかがでしょうか。はい、医療現場でいくと、やっぱり訪問診療っていうのが 5G です、かなり期待しておりまして、やはりその今我々のシステムだと、その院にMac のサーバーがあって、そこにアクセスするような形なんですけど、iPad を持って自由に出ていくっていうのが、そこでいろいろなデータが本当に遅延なく見れていったり、そこで写真を撮ったものがサーバーに保存されるなんていうのは、すごくやっぱり未来の世界だなと思って、すごく分かりやすい解説でありがとうございました。将来的にですね、だから Apple Watch とかね、まあ、Apple Glass も出てくるかもしれませんけれども、本当にその歯だけではなくてね、人々のその健康なね、でしかも幸福な生活というものに関して のソリューション提供というあたりに可能性は感じますね。どうでしょう。そうですね、少しちょっとここでお話しさせていただくと、今回 のコロナの方でも唾液を測るだけでいろいろなことが分かるじゃないですか。 あれっていうのも歯でもいろいろなことが分かるっていうことが分かってて、ああいったものも瞬時にデータ共有できると、訪問しなくてもデータを吸収したりできるんじゃないかなと、アプローチと絡めて面白いんじゃないかなと思いました。どうでしょう、 AI、IoT、ロボットなんかのね、組み合わせ、この黒毛が組み合わせたら、もう可能性無限ですね、本当にね。うん、大谷さん、いかがでしょうか。
大谷さん、通信回線。大谷さん、さっきから通信環境がなんか。今日がね、そうですね。はい。あ、すみません。来た。はい。以前にもね、岩波さんからの、その1ミリセックっていうのが、こうエンドトゥエンドではないというお話をお聞きしていたので、まあ、理想的にはそこに向かって、いろんなこう技術開発されてるとは思うんですけど、現状やっぱり、そういう、まあ、制約があるとしてもですね、この黒毛が非常にこうレイテンシーなく動く、そういうところで非常に期待持てるかなと思います。どうしてもその今のところそのプラットフォームに依存して、通信環境ですね、そういうまあ重たい処理をするんではなくて、現状の状態でもスムーズに動くというところが非常にこの価値があるところかなというふうに思います。今僕の方のネットワーク環境もなんか戻ったみたいでですね、ちゃんと、はい、黒キャのところにもアップロード、プレゼンテーションもできるようになりましたので、後でまたもしかしたらちょっとディスカッションの時にはちょっとそれ使ってお話しするかもしれないです。はい、それではですね、大島さんに今の今波さん の, 話についてコメントいただいて、フリーディスカッションに行きたいと思います。よろしくお願いします。非常によくまとまった説明で私も勉強になりました。で遅延に関して言うと、まあ、ネットワーク部分の遅延の話はもちろんありますし、本当にユーザーが何か、まあ、頭を動かすとか手を動かすとかしたやつがその動作がすぐに反映させるためにある意味その投機的に実行してビューを計算するとか、あるいは本当にその頭の動き方をセンサーで見ておいてマシンラーニングでこういう頭の動きをしたときは次の頭の向きはこうなるとか目はどこを見てるはずとかっていうことを使ってビューを計算するとか、そういう技術と組み合わせてさらに何かができるはずという話もあるので、まあ、そういう研究もしていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。それはちょっとです、ね、私の方のプレゼンに画面の共有に戻してください。大島さんが今使ってるのかな。はいはい、それでですね、こうした議論をですね、続けていけるように、クロック研究会っていうですね、Facebook に作りました。で、Facebook のですね、これオープンなコミュニティを作りました。ここで今日の話も全部まとめますし、ディスカッションを続けられるようになればいいなと思っております。そしてですね、来月ですね、来月は第9回という形でストーリーというテーマをやりたいと思います。これ物語っていうのがですね、まあ、結局我々の共感を呼んだりとかっていう形で重要であると。でどうやって地域振興をするかと。で岐阜県多治見市ですね、役ならマグロカップもと、これはプラネットさんが関係してるんで、プラネットさんの会長さんにお出になっていただくんですけども、やりますという話です。それではですね、皆さんどうぞマイクオン、ビデオオンにしてですね、入ってきて、ご意見、やご要望とお寄せください。どうぞ皆さんよろしくお願いします。はいはい、あ、堀さん入ってらっしゃいましたね。堀さんどうでしょう。堀さんマイクオフになってます。どうなんだろうな。ちょっと待って、いや、やっぱりこういうのないといけないなと思いながらちょっとぼーっとしてちょっと次の人に。わかりました。中野秀明さんいかがでしょうか。あ、オフになってますね。はい、オンにしてくださいマイク。すいません、ありがとうございます。すごいデモを見せてもらったなっていう感想でございます。プロジェクトに関してはちょっと今日初めて知ったので、すごい初心者的な質問なんですけど、クロケというなんかプロジェクト名の由来っていうのを、まあ、誰か、
多分大島さんはご存知だとは思うんですけれども、教えていただけたらなと思います。クロッケの名前の由来はもともとその当初のバージョンの開発研究開発をしていた時に、そのデイビッド・リードっていう人が非常に重要な役割を果たしていました。で、彼のその博士論文っていうのは、まあ、基本的に分散環境における意思決定をどのようにするかっていうことだったんですけども、そのネットワークテクノロジーの研究開発として、まあ、あの UDP のデザインをしたとか、まあ、そういう人ですね。で、その分散環境におけるあの動機の仕組みのことを、まあ、あのよく論文とかではこう T 一文字 T で時間を表すじゃないですか。 T をキャピタルレターの T で、まあ、タイムで、その T タイムってこう言ってるんですよね。タイム T でもあるんですけど、 T タイムっていうと、あ、これはでもあのお茶の時間 T タイム TEA タイムと同じだなって。で、あの T タイムといってみんなが集まって何かするといえばあの不思議の国のアリスだなということで、あの当時からそのじゃああとはもう不思議の国のアリスネタでいろんな名前を決めようっていう、まあ、そういう冗談みたいな始まり方です。で、クロケはみんなで集まって遊ぶものが不思議の国のアリスに出てくるからクロケということです。そうです、ありがとうございます。あの隣の小島さんですね、あの、いかがでしょうか。すいません、今日はちょっと途中からの参加で、まあ、一部と共有できてない部分もあるんですけれども、まあ、私はもともとオンラインで、まあ、遠隔地の方ともまあ、コミュニケーションを取るということをやりたいとずっと思っていたので、まあ、今日ご紹介いただいたものがまあ、子ども向けの体験学習などに使えるんじゃないかなとすごく興味深く聞かさせていただきました。またちょっと引き続きいろいろ教えていただけたらなと思っております。ありがとうございます。隣の仁鈴木さん、鈴木仁さんお願いします。どうもありがとうございました。まあ、ちょっといろいろ2つ質問があってですね、クロケットを使う、多分セキュリティというかアクセスする人とかの管理っていうのをどうしていくのかっていうのと、あと皆さんがお話しされたときに端末の話が出たと思うんですね。で、それってなんかブロックチェーンと相性がいいんじゃないかなと思って聞いてたんですね。ちょっとそのあたりをどう捉えているか、まあ、ちょっと教えていただきたいと思います。セキュリティの件に関しては今回はプレゼンテーションということで誰でも入れる部屋を作ってやりましたけども、普通の使い方としては最後の方で言ったように自分たちのチームメンバーを登録して、その登録している人だけが入れる部屋を作って使うのが普通の形です。それでネットワークレイヤーに関して言えば全部暗号化されてますので、ユーザーが送ったメッセージなど我々黒系の人も中に何か入ってるかは見えないようになってます。エンドトゥエンドのエンクリプションですね。すみません、はい、ブロックチェーンとの相性は、ブロックチェーンとの相性っていうのはある意味、まあ、いろいろな考え方はあるんですけども、分散的な意思決定っていうのを本当に組み込んでいくっていう、その当初の夢だった方に進む場合には可能性はあると思います。で、ただ実時間性の話っていうのはやっぱり捨てられないために現在そのリフレクターというのを置くというモデルに変わってきたという経緯がありまして、あとはあとは問題となるのは、ただまあ、ゲームなり会議であるってもエンドとエンドでエンクリプションしてあるとしても、例えば誰かがズルをしようとするってことはあり得るわけです。で、そういうふうに誰かがズルをしようとしたときに多数決のシステムがあれ、まあ、実はあるんですけども、使ってるんですけども、うん、1人2人がズルをしようとしている場合には誰がズルをしているか分かる。ただ、まあ、過半数の人がズル同じズルをした場合はそちらがまあ勝つという、そういう意味ではまあブロックチェーンに似た面があると言えなくはないと思います。それは中村純一さんですか。なんか、籠谷中学校というか先生でいらっしゃいますか。あ、どうもはじめまして。佐賀県の龍谷中学校で英語の教員をしてます。
で、私自身、Apple Distinguished Educator っていう Apple の認定教員ってやってまして、その海外から日本の教育などをこう考えたりすることが多くてですね、やはりその今私は去年まで公立中学校の教員で、それを辞めてテクノロジーの可能性を追求したいと私学で言ってたものなんですが、やっぱりこういうそのコラボレーションっていうものがですね、教育現場で非常に有効で、そのリモートが行われた時でも、その自宅と学校だけってよく言われてたんですけど、それで終わりじゃなくて、校内でもいろんなところでいろんな場所で散らばってこう教育学習が取り組めると思うんですよね。でそれのプラットフォームの形として、まあ、ああいうふうなスケッチだったり、ウェブだったり、さまざまなコンテンツがその同じその机の上に乗っけることができるっていうのは、すごく夢のようなツールなので、ちょっと私自身ですね、今後ちょっと少しこれについて勉強をして、ぜひちょっと学校の方でも取り組んでみたいというふうに考えているところです。本当にありがとうございました。素晴らしい内容でした。ありがとうございます。次、米澤、和樹さん、いかがでしょうか。先生、はい、米澤と申します。まあ、IT 端くれでして、まあ、ちょっと今回初めての参加だったんですが、もう最初デモを見始めた時はちょっとあまりピンとこなかったんですが、リアルタイムでプログラムをこう改変して、しかも動きがリアルタイムで確認できるっていうところに、何かまあ、コラボレーションに何か作るということも可能性感じましたし、もう一つはやっぱり今流行りのまあ、流行ることはデブセックオプス、あるいはデブオプスって言われてますけれども、こう使いながらどん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 改善していく、そういうことがなんか本当に現実のものになるんだな。でしかもそれがこうやってパソコン前にほとんど皆さん座ってらっしゃると思うんですけども、例えばまあカフェで何気なくポケットが出したスマホやタブレットからできる世の中がもうすぐそこに来てるんだなっていうのを今日、はい、実感させていただきました。で、できればクロケット、ウェブサイト拝見しただけだと、なんか、E メール入力して、メイトリストで待ちなさいよってあるんですけど、できたらちょっとこう、実際に自分で触ってみたいなと、はい、強く希望いたします。はい、はい、そうですね、クロケット .io グリーンライトっていう、まあ、URL がありますので、はい、ユーザー登録から。使っていただくことはできます。で、まあ、もちろん将来的には何らかのフリーティアがあるけども、ビジネスでは料金がっていうような話にはなっていくと思うんですけど、現時点では用で試していただいている状態です。フラッシュグリーンライトでいいんですか。はい、フラッシュグリーンライトでいきます。トップだとなんかあ、そう、スラッシュ、はい、スラッシュグリーンライトで、はい、www があるとまた違うとこ行っちゃうと思うんですけど、あ、はい、クロケ .io グリーンライトできると思います。 IO グリーンライトですね。はい、あ、で、まあ、中村さんの、はい、質問っていうかコメントに関しては、その教育という点において、もちろんグリーンライトを使うっていうのは非常に親和性は高いと思うんですけども、あとは教育を何をプログラミング教育みたいな話が出た時に、やっぱりその最初の方でランケイが言ってたようなエキスパートを遠くから呼んで一緒に手伝ってもらってやるっていうようなことも考えられますし、友達同士で作るっていうような、そういう方向性というのを誰かやってくれたらいいなと思ってます。で、今お見せしたプログラミング言語は、まあ、基本的にもう生の JavaScript なんですけども、まあ、私まあ、伝統的にその教育系のブロック言語なんかもいろいろ作ってまして、そういうのとも組み合わせていきたいなとは思ってます。ありがとうございます。はい、今サイン画面到達しました。はい、早速サインさせてください。はい、じゃあ次、小山貴晴さん、どうでしょうか。どうも、本日は素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。このクロケで、先ほどその音が鳴るアプリがありましたけれども、その音楽のコラボレーションってなんか今現実上あまりそういったサービスがなくて、リアルタイムのこうシンクロって難しいんですよね。クロケだとどれぐらいできるんでしょうか。大島さん、もしよろしければ教えてください。はい、問題はやはり、まあ、光の速さを超えられないということで、人間が
遅延に気づくやっぱりそのミリセカンドがあるわけですよね。で、まあ、いろいろありますけど7ミリセカンドとか、まあ、10ミリセカンドとか多分言うと思うんですけども、それ以上遅れるとずれて聞こえ出すっていう。で、まあ、その本当ミュージシャンの人のが非常に感度が高くて、まあ、いろいろあるんですけども、でだから本当に遠くの人とジャムをするっていうのは多分永遠にできないか、あるいはまたそのさっき言ったマシンラーニングによってもう何ですかね、予測してごまかして何かやるかっていうのはそういう話にはなってしまうと思うんですけども、まあ同じ町の中でやるとか、でも同じ町の中だけどもちょっと違うところにいるけどジャムをするとかっていうことは考えられると思います。で、私がこれもう一回ここを出しますけど、これミュージックキャット猫は関係ないんですけど、何が言いたかったかっていうと、これはリアルタイム性はそこまで強いものは要求されてないわけですね。こう棒が動いて2秒間のループを作るっていう、ビートを作るっていうものであって、その、まあ、例えばこれも多分数十ミリセカンドはずれるんですけれども、まあ、一応コラボレーティブ共有っていうか協調してビートを作ったりするってことはできるっていう、まあ、そういうちょっとだから絡めてから実装してる例として挙げてるんですけども、まあ、そういうものは考えられるとは思います。ごめんなさい、ありがとうございました。次、中尾泰治さんお願いいたします。中尾と申します。私は業務系の IT のシステム関係なんですけど、の仕事をしてるんですけど、ちょうど昨日もそういう、こう設計者仲間というかで話していたのは、こういかにこう現場の方で自分たちに必要なような業務をプロセスを変えたりとかアプリを作ったりとかっていうことをうまくできる仕組みってこうできないかっていうことを話してたんですけれども、まあ、今みたいなこのプロ系の中でそういう、まあ、もう当然データのオーナーシップっていうのはいろんな階層はあると思うんですけれど、例えばその実際にもうアプリ使ってる人に横でこうやって作ってみて、そのアプリを使って例えば営業の人が使っているドキュメント開いたりとか、それが同時的にこうなるよってことをそこで言えるっていうのはものすごいこのスピーディー、そういう、まあ、究極のアジャイルというか、なんかそれはすごくそういう世界が来そうなんだなとい こう可能性を感じました。はい、ありがとうございます。次ですね、里村慎一さん。はじめまして、今日初めて参加したものなんです。まあ、特に今海外からですね、日本語を人材育成をやってまして、まあ、特に先生からから勉強するのはかなり日本語の先生かなり早口で言ってるので、中は勉強すると寝る人が多いんですね。そこの中で学生同士に会話させるのところは着目して、まあ、その間、まあ、海外から、海外の人と日本の先生のチャットルームを設けて、で、まあ、その学生同士を会話できるような形を、目的で拝見してもらったんですけども、結構そこの分野で、今結構進んでいるなと思ってます。参加してます。大変興味がありまして、まあ、今後僕らもちょっと IT 系の開発をやってますので、ちょっとソースをいただいてちょっとカスタマイズをしたいなと思ってます。よろしくお願いします。奥村さん、お願いします。はいはいはい、ビットメディア高野社長来てるみたいなんで。あ、そうですか。はいはい、じゃあ高野さん。あ、すみません、高野です。聞こえますか？あ、聞こえますよ。はい、あ、大島さん、皆様今日は本当にありがとうございました。さらに進化してるので楽しみなんですが、今日のお話伺ってて、まあ、IoT というかセンサーの話もありましたけど、やっぱり物も含めて黒毛の中のリアルタイムコラボレーションというのをちょっとこの先考えてみたいなというふうに感じました。どうもありがとうございます。それじゃあ藤田さん、いかがでしょう。マイコンチロ、はい、ありがとうございました。ちょっと私も遅れて参加したのでいまいちイメージがつかないところもあるんですけれども、
今、教育の関係でベトナムの子どもたちと日本の子どもたちをつないで、交流学習したりとか、ちょっとそんなプロジェクトがあるんですけれども、例えばオンラインのワークショップなんかも企画をしているんですけれども、例えばベトナムの子ども向けに絵本の読み聞かせをしたりとか、創作の絵本を作ったりとか、そういう企画もあったり、それからもうちょっと進んで一緒にプログラミングでなんか一緒にものを作り上げていったりとか、そういうコラボレーションができたらいいなと考えているんですけれども、そういったところでクロッケンが使うことができるのかどうか、またいろいろ教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。斉藤茂樹さんですか。はい、はい、大島さん、今日はありがとうございます。皆さん、はじめまして。私、SIP グローバルパートナーズというベンチャーキャピタルをやってます、斉藤と申します。実はこのクロケという会社に投資をさせていただいておりまして、で私、最初に実はもう聞いたときに、このやはりアラン・ケイのパーソナルコンピューターの話を聞いて、この道に入ったもんですから、感動して、でこういうコラボレーションで、特にソフトウェアを一緒に作っていくようなコラボレーションということでは、このコロナの時代もあって、もうドンピシャだなと思ってるんですけど、一方でちょっと先に行くと、今日大島さんの方でティルト5というゲームの AR グラスのご説明もさせていただいてますが、あれも実はちょっと投資をしている会社なんですが、やっぱり 5G の本命って、このスクリーンから映像が出てくる、プログラフィックな映像に行く世界だと私は思ってまして、その時に AR グラスとクロッケのこの大量アクセスでこれが世界中つながるっていうのが、かなりやっぱりコアのファンクションになると思ってます。今日はデビッドの頭の頭蓋骨の絵なんかちょっと出てましたけど、ああいうものを見ながらスタンフォード大学の先生が東大の病院で手術できる世界が見えてくるんですよね。ただ私の今の悩みは、これ説明しても今日の皆さんはみんなやっぱりコンピューターすごい使いこなしてる方なんで、最初からビビッと上がってちょっと感動してるんですが、なかなか分かってもらえないんですよ。だから今のそのグリーンライトのファンクションをどうして良くしていけばいいのか、どう使いこなすかっていう話と、クロケそのものを世の中のインフラとして GAFA の次にどう作っていくかっていう世界と、ステップを持ってやっぱり広めていきたいと思ってまして、今日Facebook でグループ作っていただいたので、非常に感動してまして、ぜひ私のネットワークもどんどん巻き込んでいきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。そう、すごかったですね。それから、なんだ。ちょっとね、戸川さんのあれ見えないんだけど、一番下段の、久松慎一さんですか。はい。久松さん、いかがでしょうか。マイクがオンになってないようなんですが。聞こえますか。あ、聞こえます。はい。あ、すみません。協調空間として、サイバー空間っていう言葉はちょっと古いですけども、はい、ワクワクして、私はフリーランスのエンジニアをしてるんですけども、例えば今住宅の重説、重要事項説明なんかがオンライン化できるみたいなことで、法律的にもこの辺が追いついてきてる中で、ちゃんとインタラクティブにそういうことをちゃんと、証拠を残すってことも含めて面白いなと思ってました。で、今後どういうふうに社会にこのシステムが公開されていくのか、API がオープンソースなのかどうなのかとか、サーバー側の環境が自分たちで作れるのかとか、その辺がすごくエンジニアとしては興味深くて、プランがあったら教えていただければと思います。ぜひその辺ね、Facebook で皆さんで議論しましょう。はい。雨森さん入ってこられたんで、雨森さんどうですか。あ、雨森と申します。今日はありがとうございます。CNET Japan っていうIT 系のサイトを運営している会社におります。早速編集部にもです、編集長にもですね、ちょっと伝えたいなというふうに思っております。ちょうどこのもうまだもうちょっとで1点ですかね。基本的に全社員在宅勤務ということで、
1日出社しても数名というような状況が続いていて、まさにまあ、会社目線ですけれども、こうフリーディスカッションみたいなことがですね減ってきているので、そういった時にこういった道具立てっていうんですかね、うまく活用できたらいいななんていうふうに思いながらお話伺ってました。ありがとうございます。隣に今入ってきた木村哲成さん、いかがでしょう。オンしてください。大島さん、ありがとうございました。すいません、ちょっと席を外してまして、ご無沙汰をしてます。私、大学関係のものなんですが、やっぱり実験科学メインで、まあ、学生とこうやり取りをする際には、こういうシステムをうまく今後使いながら、ぜひ利用させていただければと思っています。どうも今日はありがとうございました。増田さん、どうでしょう。増田純一さん。あ、どうも。今日はすごいコラボレーションの世界が、すごい進んでるなということで非常に感心して聞かせてもらいました。で、私東京からですね、都会型農村ということで、まあ、農業の世界で今身を置いてるんですけども、先ほどプラットフォームというなんか農業体験の話があってですね、実はうちの会員からも結構若い、まあ、若いというか40代の方々、働いている方々の会員が多くてですね、実は最近すごいワークスペースのニーズが高いんですね。で、実は空き家とかそういうのが非常に出てきて、まあ、そこを一部借りたりしてやってるんですけど、そういう意味で、そういうニーズがですね、これから出てくるんで、まあ、ワークスペースをやりながら実は農業の成り手がないんでですね、半分農業しながら半分そういうコラボレーションの世界で仕事ができるような環境を作ってやればですね、農業従事者っていうか、まあ、半分でもできればそういう我々が今目的としている休耕田を減らすことができるかなというような、そういうちょっと観点から聞かせてもらいました。で、まあ、そういうところでちょっとこれから、考えていきたいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。徳川さん、いかがでしょう。はい、そうですね、共有ツールということで面白い世界、これわざわざ遠隔ではなく、フェイストゥーフェイスなんだけど1枚のボードをリアルにシェアしたりとか、その人々の各人の持ってるデバイスとシェアしながらっていう使い方とかっていうのができてくると、また使い方が広がって面白くなってるんじゃないかなと思います。遠隔でやることだったりとか共同でやるツールが増えてくる、あと基礎研究をずっと続けられるっていうことはすごい大事だと思う反面、昨今のっていうか1ヶ月ほど分のクラブハウス音声でっていう、やっぱり実際に会いたいよねとか何にもしないんだけどだらだら一緒に過ごせる空間を心地よく作るだったりとか、そうですね、リアルの顔とか背丈とかっていうコンプレックスを先にオンラインでつながってれば、親しくなった状態からリアルでもオンラインでも会った時に違和感がなくなるとか、その心の壁を取り払えると思うんで、これからこういう技術とあと直接会う技術やことっていうことに対してもっと注目していきたいと思います。ありがとうございます。それでは戸田さん、いかがでしょうか。はい、今日とても面白いものを見させていただいて、もうすごくワクワクしかないなって感じなんですけれど、特に小さいちょっとしたプログラムがちょこちょこつけられる感じがとてももう楽しそうで、早くこれをなんかこうみんなで使いたいって思いました。よろしくお願いします。昨日のクラブハウスの時は分からないと言ってたんですがそうですね、どうやって使うかってみたいなありますかね。ちょっとこうハイパーカード味があるなっていうふうに思いまして期待しています。あとはですね、はい、二方なんですけども、まずプラネットの奥村さん、今日はありがとうございました。いろいろ奥村さん、いかがでしょう、感想は。はい、株式会社プラネットの奥村と申します。パネリストの林大輔と同じ会社に所属しているものです。基本的に開発を行っております。まあ、開発の観点で、まあ、プログラミングはですね、私たちの会社の方は割と分業制ができているので、
このコロナでリモートワークになってもそれほど強い影響を受けなかったんですけど、ユーザーインターフェースのデザインですね、そちらの方では非常に強い影響を受けていて、今まではデザイナーと顔を付け合わせて、あとはそのユーザー役になってもらう人を呼んで、いろんな画像をですね、紙で印刷したものを出しながら擬似的な UI を作って、そういうチェックをしていたんですけど、もうコロナで完全にそれができなくなってしまいました。で、ここ何日間かですね、黒系を触らせていただいて、その辺ですね、そういうことがすごく容易にできそうだと。で、はい、もうこれは本当私たちにとって助けに船で、ぜひちょっと使わせていただいて、その辺の可能性を詰めていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。それではプラネットのですね、小池さん、次週ね、小山さんと一緒にデジコンさんが出ていただくんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、今日はありがとうございました。画面共有していろいろ共同作業ができるって話を高井さんから聞いてたんですけど、ふーんって聞いてたんですけど、今日その意味がすごくよく分かりました。サーバーを返さないというのが非常に面白くって、あと先ほど、林さんかな、もう非常に規制が多くて、日本が取り残される部分をクリアできるんじゃないかなというのは非常に感じました。で、次回は私、奥村と林と同じ会社の会長なんですが、全然違うアニメの話をさせていただくんで、よろしくお願いいたします。このあたりね、小山さんとね、ぜひお願いいたします。で、最後にですね、ちょっと高木さん、はいはい。いい？はい。一言。はい。林です、すいません。たびたびすいません。今、ちょうど小池さんからその、ね、言っていただいたんですけどね、皆さんぜひこれは情報共有しておきたいと思いましてね、さっきの、UWB の話なんですけど、いいですか、ちょっとね、一瞬だけ。これは、Apple のサイトにある、iPhone12 の、使用書なんです。ここに、ウルトラワイドバンドチップ for special awareness っていうのがあります、ね。ご覧になっていただけると思いますけど、これで同じ商品、日本ではこういうふうになってるんですよ。何もありません。何もじゃないな。UWB はありません。つまりね、皆さんの持ってる中には、そのチップが入ってるか入ってないかっていうことで違いがあるんです。で、海外製品は入っていて、日本向けの、市場向けのものは入っていない。なぜこうなってるか。これはね、先ほどの話がありますけど、いろんな共有、規制があって、これをね、皆さんが情報共有していてですね、こんなハンデがあるってこと、大きいですよね、このハンデは。林さん、そういうこと。はい。あ、すみません。今、空間認識のための超高帯域チップっていうのが、それに当たりませんか、日本の使用書の方で。ん？あ、それの、これね。うん。それが多分、対応してるものを指してる。その中で、UWD って言ってないんですけど、なんていうか、またやりましょう。要するにそれ規制があって、これなんとかしましょうっていう話ですよね。もうだいぶ時間が過ぎたので、最後は、ありがとうございました。大島さんの方にですね、一言言っていただいて、皆さんで拍手を終わりたいと思います。大島さん、一つ、はい。もう本当に楽しい時間をいただいてありがとうございました。で、先ほども言ったように、グリーンライト、を使って試していただくのもいいですし、もし新しいものを作ってみたいっていう話も大いに持ちかけていただければと思います。よろしくお願いします。はい、今日はね、本当に皆さんありがとうございました。続きはね、 Facebook の黒系のコミュニティで、お会いしましょうということで、あとね、多分クラブハウスもやると思いますが、今日は本当に皆さんありがとうございました。大島さん、拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、グローバルデジコンサーの1回目、黒系を会を終わりにさせていただきます。皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様です。